私がもし急にいなくなってしまったら、キヨ様どうなさる？綾倉家がいかに名門でも今はあれだけ傾いてしまっているんだ。君は本当の気持ちを里子さんに告げるべきだ。春の涼を殿下の妃として里子との縁組直挙晴らせられました。こんなことをしては罰が下ります。どんな罰でも受けるよ。のものだ。ふざけんな。一体何の責任が取れる。取ります。何をしてでも、何としてでも。君はそんなにしてまで里子さんに会いたいのか。ああ、会いたいよ。おじさまにお願いがございます。断る。お願いです。その代わり、里子、何があった。どこへ行くんだ。里子。キヨ様。里子。もう無理だ。もう諦めろ。どんなものに生まれ変わっても、私は必ずあなたを見つけ出します。今やっと俺は本当に欲しているものが分かった。春の雪。いつかまた一緒になれる。